最初の編成はクリアブルーになりました。静岡県の静岡鉄道は来年から2019年度にかけて導入する新型車両 A3000 型の最初のカラーリングをクリアブルーにすると発表しました。今後は横浜市の総合車両製作所から静岡まで輸送され、試運転を行った後、来年3月にデビューする予定です。ね、あのニュースでも紹介しましたけれども、はい、はい、これね、ちょうどね、先週があのこの番組のゲストに来ていただいた総合車両製作所の楓田さんって方がいて、そこの会社がこの新型車両の A3000 作るということで、うんうん、あったんで、まあそろそろ講習されるんじゃないかなと思って、放送終わりにちょっと飲み行きませんみたいな感じで誘ってちょっといろいろ聞き出そうとしたんですけど、あいつ口勝てんだみたいな感じで全然ダメで、そういう意図があったんですか。いや、ちょっとせっかくだからほら聞きたいじゃないですか、そのいつ運ばんの年内に公衆輸送があるのとか、ね、年明けになっちゃうのとか聞きたいじゃないですか。3月デビューだったらまあそれくらいの時期ですから、ね、教えていただけなかった、うん、あいつ口かてえな、全く教えていただけなかった、うん、はい。